コメントがすごいです。どうもいとです。欧州カップ戦のファイナルを予想しようということでですね、もうチャンピオンズリーグ、そしてヨーロッパリーグのセミファイナルが始まりますよと。よい。いやーもう揃って、うん、なんとかスーパーリーグ構想もね、そうですね。どうやら収束の方向へ向かってるってところで、一時期はもう CL はもうパリ優勝決まりましたみたいなことありましたけど、ねえ、まあ、結果的にはスーパーリーグはまあなくなって CL、EL ともに通常通り行われるといったところでですね、まあ、今回はその対戦カードまあ軽く紹介しつつ、もうここまで来たら優勝チーム予想してみましょう。よし、CL4 クラブ、EL4 クラブありますけど、CL、EL 両方ともセミファイナルのカードの予想、そして決勝の結果予想までやって、ってな感じで早速いきましょう。レッツゴー。はい、ということでまずはチャンピオンズリーグ、アバント、なぜこんなことをしてるかっていうところの話ですか。はい、私はですね、CL ベスト8の、選手、クラブが揃ったというような動画でですね、軽く勝敗予想したわけですよ、全部当てちゃって俺。ただね、全部当てちゃって、そこまでお前順当みたいなとこあるから誰でもできるみたいな。いやパリバーヤンはパリやと逆張りで行きました。私はパリもね、言ってもおかしくないですから、まあ、まずはちょっと参考程度に、オッズの方を、紹介させていただきます。まずはですね、パリ VS シティ。こちらはホームパリ。あ、これファーストレイクのオッズなんですけれども。ホームパリ、2.9 倍。シティ 2.2 倍。まずこれ意外ですよね。アウェイシティが 2.2 倍で、パリより低いんですよね。そうですよ。だから結構みんなシティ優勢というか、シティに期待してると。ファーストの時点でアウェイでこれですからね。で、アウェイにも、ただ、調べたところによりますと、まあ、リターン、エクスペクティブリターンは、4月25日と、ふうになってはいますので、一応、重症ではないことは確かに。そうですね。ただ、ファーストレグに間に合うかどうかは、まだ分からん疑問。あとはアグエロあたりがね、まあ、怪我してたりと。続いてですね、マドリー VS、チェルシー。こちら、ホームマドリーが 2.25 倍。チェルシーが 3.25 倍。まあ、ここら辺は、まあ、順当にというか、まあ、ホームマドリーが優勢やろと。ただ、これもですね、いろいろマドリーも、怪我人が、ここに来てドタバタ出てて。まあ、どうなんですかね、マドリーの怪我人的に言うと。まあ、結構、徐々に帰ってきつつあるので、一時期の最悪の状態から帰るとか、まあ、バランもコロナから復帰してたり、っていうのもあるので、まあ、なんかクロースが新しくなんか調べたら、フィジカルディスコンフォートと、なんか、フィジカルに不快感を覚えてると。そうですね、なんか、自分のボディに納得いってないですかね。納得いってないということで。そんなわけあるか。その書き方だと多分重要ですよね。まあ、そう、重要ではないので、おそらくは出てくるんじゃないかなと。予想はされております。ってことを踏まえて、予想していきましょう。はい、レッツゴー。おい、では、じゃあ私からやっていきましょう。私のですね、シール予想こちらです。バーンと、パリシティ、パリ 3-2、 そしてレアルチェルシー 2-1 チェルシー。うわ、はい、なんか気負けてんな。パリシティに関してですね、はい、これはデブレにして、多分ね、ペップのことだから、ファーストレグは使わないんじゃないかな、まあ、っていうふうに思うんですよ。ファースト使わないセカンドになった時に、ファーストでちょっと重くのしかかった分があるんじゃないかなと。それこそ、あの、バイルン戦みたいな感じで、パリ対バイルンみたいに、ファーストで勝負つけて、セカンド流しみたいな。なるほどね。そういうパターンがあるんじゃないかなっていう可能性が出てきたなと。あとでかいのはやっぱサブ組、サイズあたりは、正直ここら辺になってくると、ゼガシでもそういう存在、サブで違い作れる選手は欲しいと思うんですけど、そこら辺もちょっと怪しくなってきてて、そうね、シティ的にはなぜか結局この時期苦しいんかいみたいな。まあ、3年以上にちょっとサブ組のコンディションが、ね、そうないそう、あのね、フルだったら強いんですよ。ただそこからサブでやっぱり違いが必要になってくると思うんですよ、シールは。なってくるとちょっと怪しいんじゃないかなってことで、ちょっと急遽変更しました。デブライネすごいよね。これデブライネいるだけでシティ勝ち予想してたのよ。大事なところでデブライネは本当に活躍してくれるんで、そこでちょっとね、俺は逆転させていただきました。なるほど。で、なんか勢いでこっちも逆転しちゃったんですよ。これに関しては勢いで。俺はね、まあでも最近 FA カップで、そう。まあチェルシーでシティの試合とかあったりで、やっぱチェルシー強いなっていうのは感じましたね。ここね、めちゃくちゃ迷ったんですよ、個人的には。本当はマドリーかなって思ったんですけど、ちょっとプレミアがね、
とクラブも行かないのは悲しいなってことで昭和を受けたしってなりましたけど、うん、まあ正直言うとここに関しては、うん、チェルシーは本当今季はカップ戦仕様のいいチームになってる。そうですね。そう、うん、引いてしっかり守って勝つこともできれば、徐々にボールポゼッション増やしてっていうこともあるし、うん、本当戦い方の器用さ、これがマジでカップ戦に向いてると。あと守備硬いからな、うん、まあ単純にね。そうそう、うん、期待込めて今季のチェルシーどこまでやるんだか、うん、ということでパリ対チェルシー、はい、セフェルダービーでございます。なるほど、優勝はい、会場は、まあ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 、2度目の正直いくんちゃうかなっていう。納得っちゃ納得かな。結構丸みを帯びたり、そう。で、まあチャンピオンとして、ベージェリを迎えるみたいな。伊藤さん、はい、やっていきましょう。私の、はい、チャンピオンズリーグ予想、こちらになります。はい。ドン。はい。まあ、こっちは、はい、シティ3-2と。あ、そっちか。あ、味方が分かったから。味方ちょっと難しかったから。はい。ここはシティが 3-2 で勝ちます。はい。で、一方は、レアルが 1-0 で勝ちます。ちょっと分かりづらいって。はい。まず、はい、パリシティですね。はい。まあでも結局、デブライネがいないとはいえど、はい、セカンドレグに間に合わせて、ダッシュとか、うやむやにする。ファーストうやむやにするの。ね、ただね、懸念点というか、まあデブライネ怪我した後コンディションがね、すこぶる悪いっていうのがね、なるほどね。ね、ちょっとネックなんですけど、はいはいはい、まあでも、パリに勝てなきゃ、CL 取れないよ。あ、恋泥か結局パリに勝てなきゃ。そうですね。ね、絶対立ちはだかってくるんで、ここら辺まで来る。このクオリティの ね、クラブはな。ね、ここまで来ようとすれば絶対来るので、はいはい、まあ、ここ、一発ちょっと見せしめに、はいはいはい、カットかだと。我、ね、ここにあり。そういうことですね。まあ、恋泥です。ほんまやな、マジで。まあ、一方こっちですね。はい。レアル1-0ということで。まあ、チェルシーもチェルシーで、硬いのは納得なんですよ。はいはいはい。ただ、結構点取れるかなっていうのは、なるほどね、はいはいはい、と気になる。はいはいはい。うん、まあ、めちゃくちゃね、トゥエルになってから、はい、まあ大量得点っていうシーンはあんまりなかったり。そうだね。1-0、2-0とかで。まあ、たまーにある程度かな。うん。なので、まあ、そこら辺の試合巧者、レアルに対して、はいはい、まあ、点が取れるならば、はい、全然あると思います。なるほど、なるほど。進むまで。はいはい、ただ、レアルは強いかなっていう場合。まあ、勝ち方知ってるもんな。レアルがね、はいはいはい、強いんだよね。そうだね。まあ、決勝していたレアルです、ね。はい。優勝。はい。2-0。あー優勝だー。もうそれが入らないんだ、お前。リーグ来たよ。あー、ということでね、はい、まあ、シティがね、優勝ということなんですけれども、はい、その心はですね、はい、まあ、ジョロンですかね。いけるでしょ。言えないからさ、お前は。クソみたいな予想じゃなくて。まあ、予想なんてね、無理ですよ。このレベルの戦いになってくると。確かに。本末転倒だと。本当この動画全部ぶっ壊れるわ。てな感じで、ちょっと今思ったのは、そうですね。全部バラバラよ。そうね。だって決勝のカード、そうよ。チェルシー、PSG と。そう、全部バラバラよ。こんなに綺麗に分かれるベスト4、そうそうないんじゃないかと。いや、ほんとこれね、難しいと思います。そう、過去最高レベルの難しさあると思うんですけど、うん、まあ、私たちは、こういう結果になったと。そうですね、ぜひね、皆さんもなんか、予想してみたい。ちょっとあれだな、シール終わってから、もう一回この動画見たいな。ね。見たいね、ちょっとどんな、確かにな。あんま、黒歴史っぽいことになってほしくないんですけどね。いやー、でも、ちょっとどうなのか、本当に見てみたいですね、というところで、我々の予想でしたと。次は、EL 行きましょうか。はい、EL 行きましょう。はい、EL の方の、オッズの方を、ちょっと先に紹介させていただきます。はい。ユナイテッド vs ローマですね。うん。ユナイテッド、ホームユナイテッド 1.57 倍。はい。アウェイローマ 5.75 倍と。ということでね。ここは結構しっかり差がつきましたね。まあ先に言っちゃうんですけど、まあユナイテッド対このローマが一番差は開いてたのかな、うん、はい。そうですね。うん、まあ、こんなに 1.57 倍だから相当相当なんじゃないかと、ね。うん。まあユナイテッドが圧倒的、まあ優勢と、皆さん予想しています。そうですね。うん。続きましてですね、ビジャー対アーセル。はい。ホームビジャレアル 2.4 倍。はい、アウェイアーセル 2.9 倍と、うん、なるほど、こういったところで。しかもまあ結構イーブンな戦いなのかな。まあそうっすね。そうね、ただこの前、ん、最近ね、はい、ラカゼットが怪我してっていう、はいはい、まあアーセルの主力中の主力。泣くなよ。まだ終わってねえよ。そうなんだ。なので、ここが怪我がちょっとね、はい、まあ引き続きティアニーも怪我とかだったり。そうですよ、ここに来て、うん、ね、本当にオバメもまだいないですし、うん、ですね、ですし、まあ、エバートの相手に、まあ、低調な戦いぶりだったりと、普段では低調でした、まあ、ちょっとね、良くないデータは揃ってたりするんですが、まあ、アウェイは強いんですよね。そうなんですよ、アウェイ強いんで、うん、ちょっとこれ込みでまた予想していきましょう、はい、伊藤さんから私から言いましょう、行かせていただきます。はい、私の予想こちらです。はい、ドン。
はい、なるほど。ですね、はい、まずじゃあこっちから、はい、ユナイテッド・ローマ、はい、まあ負けないですよ。今のユナイテッドはちょっと強いんじゃないかなって。ちょっと強いですね、うん、今までね、うん、こう土壇場で決める力だったり、はいはい、なんか勝負強さを最近は感じるなと。本当にあのね、ファーガソン時代戻りつつあるというか、うん、なんかね、グラナダあたりも普通に勝ったり、普通に勝ったじゃない、ねえ、ローマも確かに強いチームかもしれないけど、うん、今のユナイテッドにはちょっと難しいんじゃないかなと。ちょっと飛び抜けてる感あるね、うん、この4強の中だと、うん、なのでまあファーストセカンド合計 2-0 といったところで、はい、まあ、そんぐらいはできるんじゃないかなと思ってます。はい、はい、一方ですね、はい、ビジャレアル対アーサル3-1ビジャレアル。まあまあまあ、もう正直ね、まあ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 、これはそうやられてもしょうがないなと思ってます。まあね、正直言うと特にラカゼットの怪我が痛すぎる。で、オバメヤンもまあちょっとマラリアにかかってしまってね、はい、ただまあEL には間に合わせてくるかなとは思うんですけれども、うん、まあ、抜けティアが出たりとか、はい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 、結構ね、心配なところが多々あるといったところで、はいはいはい、まあ、こちらはエメリに軍配が上がる。もう、悪いな、お前。ということで、決勝、ユナイテッド対ビジャレアル。はい。優勝。はい。ユナイテッド1-0。おー、ここも、手堅くユナイテッドがいくと。いやーね、最近、まあ、好調ですよ。はいはいはい、うん、まあ、カバーヤナリが決めるでしょ。なるほどね。結局、うん。なので、まあ、でも、ユナイテッドじゃない。ああ、まあ、でも。この中だったら一番、うん、総合力っていうかね、一番優勝、うん、まあ、ベタかな。はいはいはい。ってな感じです。丸いっすね。丸い。めちゃくちゃ丸いっすね。めちゃくちゃ丸い。うん。ダメだよ。え、なってないよ。え、欲望の解放の仕方がなってないよ、僕。班長これや、ババーンということで、私こちらでございます。はい、ユナ対ローマ1-0ユナ。まあ、これに関してはもう予想通りというか、まあ、伊藤と一緒ですね。まあ、オッズ通り。じゃあちょっと俺は2-0じゃなくて1-0ぐらいちゃうかなと。ああ、なるほど、うん、と思います。はい、こっち最初アサル出ました。大勝負です。いやいやいや、過去一大勝負いきました。3-1アサル言わせていただきます。これ、なるほど。はい、その心は、心はですか。うん、まあ、簡単に言うとよ、うん、簡単に端的に表すんだったら根性論なんですけど、うん、まあ、それともしゃあないので、うんうん、まあまあまあ、いろいろ言うと、うん、まず根性論ですね。是が非でもこのカードは負けちゃいけないだろうと。そうですね、まあ、うん、ね、エメリーで宿敵、そうですよ、因縁というか、まあ因縁の相手になってしまった。因縁、まあ、結構揉めた相手で、うん、ある種追い出したような形ですから、解任という形で、はい、そのようなエメリーにやっぱり意地でも負けられないなっていう点と、はい、あとね、EL なんですけど、アーサルって、うん、EL って今まで出てきた中で、はい、あっけなく敗れるか、うん、あの超強豪に敗れるかの2択しかないんですよ。そうですね。そう、どっこいどっこいの相手にこうギリギリ負けるっていうことが意外となくて、まあ、チェルシーには圧敗して、うん、アトレチコにも圧敗、オリンピアコスには圧敗みたいな感じで、圧倒的敗北3連単なんですけど、うん、負け方的に五分五分のチームではないのかな、どれもと思います。まあ、チェルシーくらいかな、うん、チェルシーもまあ上手だし、うん、なった時に、まあ、五分五分ぐらいだとナポリとかバレンシアとかにはしっかり勝ってるので、うん、そういう意味ではちょっとアーサル行くんちゃうかと。結構ね、そう、意外とね、そこで負けるんじゃないかってところで意外と負けなかったりする。そうそう、アーサル EL だと特にあったりするんで、俺は信じてるよ。てな感じで決勝ユナイテッドアーサル優勝。まあ、アーサルなんぼですか。4-1。前回チェルシーに負けたのと同じようなスコアですか。それぐらいやってもらわんと、もう正直言うと、まあ、もうこれなんです、EL の話よりも今季のアーサルの話なんですけど、うん、それぐらいやってもらわないと今季受けたダメージは言えません。まあそうね、まあでもユナイテッド相手になれば、もしね、そうです、そうです、そうです、結構勝つ可能性はなくない。4-1は嘘かもしれないですけど、うん、1-0 とか、うん、まあユナイテッドそれは苦手意識はないと、うん、あんま負けてないしってことで、そうね、ここ乗り切ったら結構見えてくるんちゃうかと、夢のチャンピオンズリーグに向けて。うん、逆にローマとか上がってくるよりなんかマシなんじゃないかな、いやいや決勝。いやいや、そんなことないなくて、まあ、まずビジュアルに勝ってる、勝ってるかとか、ここ最大の肝なんで、本当にセカンドリーグのエミレーツですね。まあそうだ、エミレーツ結成は多分今年で一番重要な試合におそらくなると、うん、まずはファースト戦勝したい、ね、そうですね、うん、私合わせる予想させていただきました。はい、まあ正直だいぶこれは暴論だと思いますよ、うん、まあはっきり実力的なとこ行ったら、今のアーサル本当にゲロチンにひどいので、
ただちょっとどうなるか分かんないですけれども、ぜひぜひ皆さんも EL の方の予想も書いていただければよろしくお願いしますということで、はい、うん、チャンピオンズリーグ始まりますよ、EL も、はい、忙しい忙しい2週間が始まります、はい、一番もう楽しい2週間だから、うん、これをもちろん全試合生配信する予定ですので、ぜひぜひ皆さん一緒に見ましょうというところで、よければチャンネル登録、高評価をお願いします。最近ゲームチャンネル始動しました。ゲームチャンネルの URL も概要欄に貼ってあるので、そちらもお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。